んだけど、なんか、ね、配信があるんだな。うん、本当だ。コラボがあります。あるからって言われた。昼ランチでもいいって言われて、まあいいよーって。お茶バッグありがとねー。おはようねー。具合はどう？大丈夫だと思う。今めっちゃ頭痛いのは多分寝すぎ。なんかさ、昨日、何？もう、寝てたのか、気を失ってたのかわかんないんだけどさ、パチって目が覚めたら、もう、頭の先から、足の指先まで、全身ぐっしょり、びちゃびちゃでさ、もう汗で、もう生まれて初めてで、ってなった。ビビった。お茶バッグありがとね。なんか、びちゃびちゃの松井ちゃんが完成した。よし、起きよう。どれくらいの時間？わかんない。4時間くらい？ 3、4時間くらい？ごめん。しゃっくりが出そう。出た？今の。顔を洗いましょう。寒くね？ちょ、おしっこしてくる。待っててか。ミュートします。ただいまー。トイレ早っつってな。よし。寒いね。困っちゃうくらいに寒い。困っちまうほどにキュートな彼女。寒い。寒いよー。めっちゃに寒い、めっちゃに寒い。昨日大丈夫だった？昨日という一日がね、祭りにはね、なかったんだよね、マジで。これ本当になんか、なくなってたわ、気づいたら。人差し指痛すぎやろ。あ、そこしとこう。行く。昨日消し飛んでった。いやマジでそう。今日ポケモンやろうと思ってます。帰ってきたら。ので交換会するんでよろしく。あれです、よろしくお願いします。スパチャ読みの後、それはね、帰ってくる時間によるかな。
早く帰ってきたら、スパチャ読みの前にやろうと思ってるよ。今からスイッチ買ってくるね。よろしく。ついでにメタモンもよかったら。ホロカップ用。あ、そうそうそう。交換したポケモンを直接出すことはできないんだけど、確認したらね、なんかもらったポケモンを親にして、その子は持ってっていいらしい。なるほどと思って。ほな、お手伝いしてもらうしかないやないかい。そうそう。だから、メタモン、アットムゲン、あと、そうだね、メタモンかな、とりあえず。寒い。新しい服をね、いっぱい買ったんですよ。なんでちょっと着ていこうかな。今日はこれを着よう。また買ったのか。またって言っても、そんなに買ってるイメージある？持ってる服。服はね、そんな買ってるイメージあるから言われてるんだろうな。よいしょ。普通にちょいちょい買うもんじゃね。まあちょいちょい買うものかも。寒い。寒すぎる。服を置く場所がない。それね、定期的に捨てるとね、いいよ。マジ1年着なかった服は捨てな。祭りはね、今までは捨てれなかったんだけどね、捨てるようになってから豊かになった。売ったら高く売れそう。それさ、別の、何、その服が可愛くて欲しいですじゃなくて、夏色祭りの着た服っていう風に売ろうとしてない？売ろうとしてない？そうやって。やばい、寒すぎて手がかじかんでいる。ボタンが外せない。気づいたらメルカリよ。メルカリは使ったことないな。なんかメルカリが出た当初に一回だけ使ったかな。なんかさ、出た当初はさ、なんか、クーポンみたいなのめっちゃ配ってたのよ、メルカリ。だから、そのクーポンで買ったわ。なんか、300円クーポンとかめっちゃ配ってたんよね。ちょ、マジ手がかじかみすぎてボタンが開けれないんだけど。外れないんだけど、外れたわ。え、どちゃかわいいな、この服。あったかくしてね。うん。見せて、見に来て。どんな服？どんな服？ワンピースっぽいけどワンピースじゃないやつ。 Tinder にあげて。
やば、やったことないけど絶対マッチせん。Tinder、うん、でもあれは見てるわ、あのなんか Tinder ネタの TikToker の人がいて、その人はねちょっと見たことあるから。でもああいうのって、まあでも今じゃ普通なのか、会うの怖くないのかなとか思うけど、別に今の時代ネットの人に会うなんて、でもそこから、ね、仲良くなるんだったら別にあれなのかな、分からんけど。ツイッターで、そうツイッターとかはよく聞くよね。ツイッターで知り合って仲良くなって結婚しましたとかさ、まつりのだって知り合いの VTuber さん結婚したもん、個人税の子だけど。3年前くらいからの知り合いの子、どっちも知り合いの子が結婚した、マジめでたと思って。その間祭りは一体何をと思ったよね、その時同時に。めっちゃめでたいじゃん、おめーって思ったと同時に。でこの3年間何か人生で発展したかと思った。あ、チャックついてた。なんかこれ上から着るにしても入らんくねって思ったら普通にチャックついてたわ。そうだよね、うん、祭りす同士、祭りす同士で付き合ってる人は見たことあるけど、でもね祭りはそういうの見るとちょっとビクビクしてしまう。これで別れたら二人とも祭りそうやめてしまうんじゃないか、ドキドキって思う。でも最近ね、もうそれを1年前くらいで見なくなったからね、多分別れた、多分別れて祭りそうやめた、あの2人は。もう1年くらい前のことだから。ああっつって、本当だよね、ああだよ。互いに好きが高まって祭りす、ああそういうこと？もう祭りちゃんなんていらない、私たちはお互いがいればいいのみたいな。うわー、ごしお幸せになってくださいって感じだね。それはもう何にも言えねえわ。そうですかと、それが幸せになってくださいねと。え、昨日薬飲んでなくね祭り、やべえやべえ、昨日という一日がなくなったからな、薬飲み忘れたわ。まあそういう日もあるな。しっかり飲んでもろって怒られちった、えへ。よし、いや可愛い、この服たち可愛すぎて、茶葉まつりちゃんがすでに可愛いからな。ありがとよ。こういう服を着たことがほぼないけど可愛いわ。マジで。
イクしなきゃ。もう12時4分じゃん。やーべえ。何がまずい。時間がまずい。間に合うのか。いて。釣りはね、胸にリボンをつけたいんだけど、爪が伸びすぎて、この多分わからないと思う。痛い。あ、オッケー。できた。ああ、よかったよかった。ミスってて。メイクするよ。走れ。喉乾いた。水飲もう。あったかこの部屋。慌ただしいね。朝はそういうものだろう。しよう。いやマジでこの服かわいいな。昼ですって言われとる。いやー遅刻遅刻。マスイちゃんが朝って言ったら朝なんだよ。間違いない。今マック食べてる。マックも今まだ朝マックだ。どうせ普通に違うだろうな。ほい、お茶ぼっかありがとう。朝マックは10時半までやるぞ。踏んだ。踏ん。知らない。ふう。よし、カラコンを装着した。昨日、おとといか、おとといかな、あの眼球から寄生虫が出てくる夢見た。怖かった。しかも眼球から出てきた寄生虫もさ、まつりすに奪われたんだよね。まつりちゃんのだって。それが一番怖かった。まつりそうなんだと思ってた。いや、いや、わかんないけど。奪われたんだもん。夢にまつり出てくるのか。え、ちょいちょい出てくるよ。
物理スト握手会する夢とか。お茶箱ありがとう。そうそう、ちょいちょいある。本当に怖いのは人間ってやつか。人間なの？リスでは？え？人間だったの？可愛いリスだと思ってたのに。え？リスです。そうだよね。よかった。びっくりした。今のところね、あのおしゃべりフェスとかで会った人じゃねえわ、祭りスたちはリスだったけどね。うん、かわいいリスだったのに。うん、お昼ご飯だ、ありがとう。今から一緒に食べてくるよ、ホロメンとトワル。まあ、言ってよくなったらというか、まあ、本人確認をした後に言うわ。今日のご飯行ったこと言っていいって。早めにとデドデド。寒いとなるんだ、しょうがない。なぜなら祭りはね、暖房をつけずにね、メイクをしているから。暖房ってか、部屋でね、基本暖房つけないんだけどね。うん。乾燥するから。いや、暖房気持ち悪くなっちゃうんだよね、どうしても。そうなのね、そうなのよ。パシパシ、そう、ファンデーションを叩いてる、肌に。叩いています。やっぱメイクしないとちょっと出られないっすね。てかメイクしないでちょっとご飯はいけないね。うん、いい音だね。祭りが肌をぶん殴ってる音。女の子してる。女の子だもん。一応。お茶爆ありがとう。女の子、女子とどさって何？女子とどさったって言ってたことが気になりすぎて夜も眠れない。ホロメンとドサってなった相手のこと？まあ、相手は誰とは言わないかな。その子にもさ、なんか言う人が出てきちゃったりするから、多分。物理ちゃんのことドサってしたんですか？とか言われたら困っちゃうかもだからね。みたいになる。のでご想像にお任せをします。よろ。たくさん妄想しておきます。そうしてください。言えないか系から推理できそう。いや誰でも言えねえよ。
誰だったとしても言えないよ。いや、わかんないな。アクアちゃんとかだったら面白がって言っちゃうかもしれないな。っていうので、アクアちゃんではないということが分かったね。まあ、アクアちゃんはないだろう、どう考えても。最有力候補がないだろう。一番ない。もうさ、ディオールのさ、コンシーラーめっちゃいいって言われたから、買ってみたけどさ、別にコンシーラーいいっていう、コンシーラーよくわからんのよな。コンシーラー何がいいとかわかんない。コンシーラーっていうのはですね、ファンデーションで、例えば隠していくじゃん、肌のあれを。でも、クマとかって消えないんだよね。ファンデだけだと。だから、重点的にそこだけ、明るくしたりという、隠したりするのがコンシーラーってやつですけども、クマとかを隠すやつだと思ってください。赤みとか、鼻の周りって、赤みがかっちゃうんですよ、人間。どうしても。なので、そういうのを消すのをコンシーラーだと思ってください。うん、男の人が使うとき、男性がメイクするときに使うのは、まあ、ヒゲの、その、青っぽくなるのとかを隠すときに使ったりしますね。コンシーラーとはって質問してくれるのなんか可愛いわ。なんか抱きしめたい。抱きしめたくなっちゃった。うん。肌荒れがやばすぎてやばい。やばやば。どうしたものか。うん。よいしょ。眉毛を描きます。メイクで一番大事なのって。で眉毛だと思うわ。松井ちゃんおすすめのコースやりますか。男性女性どっちですか。それによっても違う気がするな。男の人だったら、でもそんな詳しくないからな。女の人だったら、なら両方。女の人だったら、お値段安いのだったら、あれがおすすめ。なんだっけ。あれあれ。名前忘れちゃった。なんだっけ。まつりさん知ってる人いるでしょ。あれあれよ。ランバン、そう。ランバンのエクソドゥーみたいなやつ。なんか紫のランバン香水で丸いやつに入った、丸いやつに入ったね、香水。紫っぽいやつ。あれが女の人おすすめです。で、高いのだったら、女の人だったら、グッチのギルティシリーズとかが甘い香りしてすごいいい匂いです。甘いけどくどくないっていうのがね、いいよね。男の人はあんまわかりませんけど、
高くていいんだったら、ヴィトンの、なんかね、香水の、なんか筒に入っ、筒っぽいなんか、やつに入ってるシリーズがね、いい匂いだよ。香水の安い高いいまいちわかんない。まあ、安いのは数千円、高いのは万だと、祭りは勝手に決めていますけど。香水アレルギーあるからつけれない。そうか。それしんどいな。まあ、あと柔軟剤とかでなんとかするしかない。万いくんや。ブランド物の香水だと万いくかも。まあ、せいちゃんが男用プロデュースするしかない。男の人の香水よくわかんないからな。マジで。不明。何でもいいんじゃない？って感じ。男に興味ないみたいになっちゃったけど。欲しい。祭りすイケメン化計画やってるからな。ぜひ君も参加してくれ、祭りすイケメン化計画に。祭りすが、なんか、リアルイベント行くだけで、ざわざわ。なんか、あの集団かっこよくないか？ っていう風にね、なる。予定。ざわざわ。もはやジャニーズ、オーラ。オーラすごい。ジャニーズ顔負けのグループ作るでな。んで、女性ホロリスに、キャー！マツリスセブンのお出ましよ！もうドラマもびっくり。花より団子もびっくりよ。神セブンみたいな感じで。祭りすセブン。でも正直7人くらいならいそう。7人くらいだったら、今アイライン描いてる。もっとおるやろ。めっちゃ、キャーキャー言われるような人。祭り、あんまかっこいいっていうのがね、あんまもうわからんでもない。世間一般に見たらかっこいいよね。ってのは、言える。よし。おちばくありがとう。福士蒼汰になりたい。福士蒼汰さんね。爽やかというか。無難にかっこいいよね。まあ、正常のイケメン基準。ここから上がイケメンっていうやつ？わからん。なんかジャンルがさ、違いすぎない？だってさ、本郷奏多さんとさ、佐藤健さんってジャンル違いすぎるじゃん。だからなんとも、二人ともかっこいいと思いますけど。だからここからとかは言えないけど、イケメン。祭りがイケメンだって見るときは、祭りがどう思うかっていうよりは、世間一般的に見てかっこいい人はかっこいいんじゃない？って感じ。雑。好みとかはまた別だしな。好み。あん
まり好みっていうのがなくて。顔の作りだけはどうにもならん。整形くらいかな。ただ高いよね。顔に課金。まあ別に今だけ珍しくないんで、悪いことじゃないと思いますけど。まつげを上げて、お茶箱ありがとう。あざすあざす。鼻骨折してどさくさに紛れて整形したい。普通にせえよ。鼻骨折せんでええねん。普通にせえ。なんで一回骨折を挟むんや。骨折する必要性は全然ないよね。ちょっと折らなくていいよ。まつげをあげ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 。でも鼻骨折したら痛いどころじゃないだろうね。いやーやめな、絶対に痛いどころじゃないよ。鼻血ブーするよ、ブーブー。鼻って麻酔効かないんだ、へえ。やば、泣いちゃうやん。お腹すいた。やばい、今からランチに行くのにご飯を食べそうになっている。そういうとこだよね、よくない。まつりちゃんあるあるなんだけど、今からご飯に行くのにお腹すいたからご飯食べちゃおうっていう、そこがバカ。何食べような、考えてない。うん、ランチ食べられなくない？そうなんだよね、すぐお腹いっぱいになっちゃうんだよ。だから今日は我慢する。今日は我慢しよう。何食べような、マジで悩むな。あ？うん？あった。パスタ行こう。パスタ。お茶箱ありがとう。仕事昼休みに少しでもまつりちゃんの声聞けて幸せ。よかった。ありがとうね。お仕事この後も頑張ってください。あ、お腹が鳴った。聞こえた？結構な低音だった。ゴーって。ゴーって鳴った。聞こえた？恥ずかしいじゃないの。やめてよ、聞かないでよ。なんで聞くの？やめて。エッチ。あれ？マスカラどこ行った？あれ？さっき持ってたじゃん。え？マジでないじゃん。どこ行ったの？マスカラはちょっとアートでって思って。え？消えたマスカラ事件なんだけど。
マスカラ美味しかった？食うな。マジでなくなった。え？落としてもないし。ん？やばい、神隠しにあった。言えなかった。神隠しにあったんだけど。上がってみる。さっき今の今あった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 わ。机の上にポンって。東大元暮らししてた。ちょっと離れてみたらあるっていうやつだったわ。お腹また鳴った。マスカラまつげをあげあげあげはちょまつげを。今何時何分？30分。いやまだ平気、まだ助かる。まだ助かる。おいしょおいしょ。マスカラマスカラまつげをあげあげ。オッケーからのノーズシャドウ。ランチであげて、あ、ありがとう、ありがとうございます、感謝。ランチちょっと美味しいとこ行っちゃおうかな。うん、マスイちゃんいつもギリギリ待ち合わせ、ギリギリで待ち合わせ向かうからな。え？いつも15分前に着く人だけど、まあイメージってやつかな。案件とかだと20分前くらいに近くに着いて10分前にこう向かうっていう風にしてます。はい。でもまあ今日はね、普通くらいで行きます。15分前10分前くらいに着くかな。うん、うん、嘘つけ、俺との待ち合わせ来たことないじゃん。まあ約束したことないからね。君とは。うん、約束してたっけ。明日もね予定あるんですよ実は。明日は別の子に会うんだけど、明日はねでもホロメンではないんですけどね、別の子に会います。安心して、女の子だよ。今もうざわついたかなと思った。ざわっ、どこだ、どこの馬の骨でもわからんやつにまつりちゃんを合わせるわけにはいかないっつって。落ち着いて。誰よそのメンヘラは。全然メンヘラじゃないんだよねその子。サバサバ系だね、どっちかっていうと。でも青って言ってくれるのは嬉しいよね。しっかりマスクつけてね、しっかり予防して会ってくるよ。今なんか増えてるらしいね、ワクチンをね打ってるから。まあキャップ譲っても気をつけない。だからね、結構予定が
あれした。後日になってった。どんどん。うん。その中でも生き残ったやつらというか、を行く感じ。ライブね、なんかさ、最近運営さんと喋ったら、やりたいっすよねーって言ってた。そうだよねーって 話をしてた。まあでもなんか雰囲気見つつっすねって感じだった。今んとこはやる予定でいるけど、ギリギリまで見ますみたいな。ただなんか、やっぱ、リアルイベントだから、オンラインを想定してないみたいな感じの雰囲気でしたね。そう。だから、もう分かんない。その会話だけを聞くと、でもなんか、やっぱね、オンライン想定してないから、大赤字になるかも、みたいな 雰囲気で、おお、頑張れ、頑張れってなった。でもさ、ニコ長とかもさ、オンラインないの？いや、想定してない。なんだろう。だからさ、オンラインでさ、雰囲気を見せるとかをさ、ニコ長とかもあったけどさ、あれもなんかこう、みんながいて盛り上がってるのを見せる、みたいな感じじゃん。ライブはあると思うけど、ニコ長、ニコニコ超会議？ ライブは多分今まで通りだけど。そうじゃなくて、イベントの方？っていうのかな、はだと思いますよ。わかんないですけどね。これはこうですって別に言われたわけじゃないから。エキスポの方、そうそうそう。あ、お腹が鳴る鳴る。鳴る鳴るさんだ。まあでも開催できたらいいな。いいなっていうか、してくれ、頼む。お腹共鳴した？お腹めっちゃ鳴るんだよね、祭り。わかりやすく。だから恥ずかしい。こう、外とかでお腹空いたなってなった瞬間、こう、ぐーって、ぐー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 って。やめて、止まってってなる。現地行きたい。いや、行きたいよね。まあでもさ、これに関してはさ、開催できないってなってもさ、別に誰が悪いわけでもないじゃん。ね。だから、シュンってしようね、その時は。祭りも、シュンってするから、その時はね。誰も悪くないんだもん、だって。誰も責められないよ。運が悪かった。そう、悪いのは運。あ、危ねえ。
リップし忘れるとこだったぜ。どっかお出かけするの？する。てかさ、聞いてよ、この前ってか昨日、一昨日か、祭りの中の昨日だ。昨日はなかった祭りの中だ。16日にさ、あの収録があったんだよ、とある、まあみんなが知ることになるのはだいぶ先になるんだけど、とある収録があってさ、んで、その時にポケカをさ、祭りはプレイング用のね、デッキとプレイマットとかコインとかダメ缶とか持ってってさ、まあワンチャンどっかでできないかなって、その日は結局やんなかったんだけど、そう、ミューデッキとあとスイクンデッキ持ってって、そしたらね、あのディレクターさんが、ディレクターさんじゃないな、ディレクターさんじゃなくて、あの人誰なんだなんかディレクターさんなのかな、が、なんかポケカを最近始めたみたいな、一週間前に始めたんすよみたいな感じで盛り上がってさ、うん、そう、だから結構ね、ポケカやってる人多い。対戦知ってもらえばよかったかな。一週間前くらいに始めたってことは、祭りボコボコにできるチャンスだったのかもしれない。ね。よし。リップ塗った。あ、チークしてない。祭りちゃんも初心者では。まあでもデッキ4つ持ってますからね、デッキ。意外に作ってるくない？なんかね、祭り、あれなんだよ、なんか、最初は、普通になんかちょっと遊ぼうって思ったらドハマりしちゃって、持ってるだけ？いや、対戦できますよ、全然。オンライン対戦とかね、してます。あの、V のこと。任せてください。普通やって使います。なんかね、言われるのがね、嫌でさ、負けず嫌いのとこもあるんで、どうせ持ってるだけやろとか、どうせ、対戦できないんだろって言われるのがね、嫌でね。さて、今さ、ミューデッキさ、作ったんだけどさ、あの、ラティアスが持ってなくて、買いに行かないといけない。今ね、ラティアスないからラティオス入れてる。忘れないように。うん。それで始められるのすごい。いや、まあでも普通に楽しいからね。それが一番だよね。祭りからしたら別に持ってるだけでもいいと思うんだよね。コレクター的な。祭りは始めただけ。いや、ポケカマジでルール簡単。あの、初心者も始めやすい。カードゲーム初心者も。祭りは始めやすかった。カードゲーム初心者だったけど。うん。よいしょ。うん。今もサイドカード6枚ルールなの。サイドカード6枚でやってるよ。でもなんかさ、14日間になんかにさ、ルール変わったんでしょ？なんかそこ全然知らないんだけど、使えなくなったカードがあるみたいな感じなのかな、知らないだろうね。髪の毛巻いていくか、ゆるっと。腹減りすぎやろ。え、やばい、お腹すいたんですけど。髪の毛巻き巻きしてか、巻き巻きしてく。
可愛すぎんかこの服。え、可愛い。買ってよかった。やっぱアンクルージュしか勝たん勝たん。よかったね。いやマジでよかった。買ってよかったランキング堂々今1位かも。見せてくれない見せられない。お、 Tinder に載せて敵だから。なんで Tinder やねん。あんた絶対 Tinder やってないやろどうせどうせ Tinder やってないくせに。いや、やってないもん。え、やってんの？意外。意外だけども、別にいいんじゃねえとも思う、うん。俺に会うときいつもそれだよね。この服ってこと？今日初めて着るけどな。うん、この前買って、一昨日買って、今日初めて着るけどな。何の話してんだろうな。おかしいな。うん、あーっつってな。あれ、うん。未来人いるな。未来人おるで。誰と間違えてるんですか？そういうこと？他の女と間違えたってこと？お前アイロンでやけどさせてやろうか。ジュッつって。どこ？下半身使えないようにしてやるよ。こんなのがあるから浮気するんだっつって こんがり焼いてあげる。今ヒュンってなった？かわいい。上手に焼けましたっつって焼いてあげる。祭りが、女の祭りス増える。祭りス可愛い計画が始まるってこと？何度で焼く？祭りいつも150度くらいだから150度で焼いてあげるね。うん、何の拷問なんだ。それか、あのヤギを連れてきて舐めさせる。塩をまい、あのつけてヤギに舐めさせる。ヤギ？そう、ヤギ。ヤギって塩分が好きなんですよ。塩が大好物なんで、塩をあれをするとめっちゃ舐めるんですけど、めっちゃザラザラなの。だから皮膚がだんだんちょっとずつちょっとずつ削られていって、血が出る頃には、あの血が出ても血って塩分が入ってるんで舐め続けるんですよ。そう、でも本当にあるやつなんだよヤギって。足の裏だけど、うん、そう。縮んだ。可
かわいい。縮んでんのかわいい。浮気しなきゃいい話を。そうだよ。浮気しなきゃいい話だよね。よくわかってんじゃん。さすが。そういう時間大丈夫。全然大丈夫。やべーって思ってたけど、意外に大丈夫だった。まつりちゃんの準備の速さが天才的だったため。Tinder 大会すっぺ。Tinder やるな。別にやってもいいけど。やってもいいけど。バレないように。まあ、バレるわけないんだよな。まつりが Tinder やってたら話は別だけど。それか探偵雇って、この人が Tinder やってるか、暴いてくださいっつって。やらない限りはバレない。そろそろ探偵雇う時かな。まつりすが浮気性だからっつって。でも、いや、ティンダやってないっすねーってなりそう。俺13歳やから無理。13歳が見てんの？ちょっと教育に悪いですよ。そう、もうちょいなんか教育にいいものを見ましょう。いるか？いるんか？いるんか？でも夏井の祭りはダメだと思う。R15 くらいはある、絶対。やばい。拷問の話とかしちゃダメ。絶対教育に悪い。教育にいい子は、誰だ？いろはとか？いや、でも13歳嬉しいよ。ぜひ仲良くしてくれ。まつりお姉ちゃんと仲良くしようね。うわ、13歳いんのかー。かわいい。持って帰りたい。ハートちゃんがいいんじゃない？絶対ダメ。13歳にハートちゃんは衝撃が強すぎる。頭がチャマになっちゃう。46歳もおるぜ。46歳！教育に悪いよ！ 46 歳も。多分問題ない。 あんたに関しては人生経験めっちゃしたから、もう大丈夫。安心した。よかった。お仕事戻るね。頑張って。ありがとね。酸いも甘いも全部知っとる。いや、ほんとよ。46歳は。でも年齢層で言うんだったら、18から24くらいが一番多いんですよね、まつりす。もうほぼ半分くらいを占めてる。50いかないくらいかな。がその年齢なんですよ。若い。いや、本当にね。いや、マジそれくらいが多い。年齢見れるのか。そう。グラフがね、見れます。でも、高校生、大学生くらいが多いね。確かに。年齢詐欺よ。え？そうなん？あの YouTube のやつって年齢詐欺できたん？設定とか、でもした覚えないよね、みんな多分。祭り年齢設定とかした覚えないんだけど。あれはどこからのグラフなんだろうね。携帯から情報得てんのかな？わかんないけど。17の高3。いいじゃん。
若いうちに何でもしときな。祭りも16歳だけど、いろいろね、お酒はね20歳以上いつでも飲めたりしますので、はい、学生のうちしかできないことをするのです。制服着て出かけるとか、そういうのをとにかくしといた方がいいよ。卒業した途端コスプレって言われるようになるから。うん、学食食うとか、購買でパン買ってみるとか、そういうことをしていくのです。青春するのです。青春をいっぱい思い出作ってください。給食とかさ、小学生中学生の頃、給食より弁当屋の方がいいだろうとか思ってたけどさ、給食が なくなった途端給食食べたいなってなるんだよね。しかも給食って安いからね。そう、給食給食、お茶箱ありがとう。お仕事戻るね。お仕事頑張ってね。えらい働けて。給食のカレー好きだった。祭りはね、給食は何が好きだったかな。牛乳が好きだったけど、まあ、多分そういうことじゃないんだろうな。その盛り上がり的に。で、給食何好きだったって言ってさ、みんながさ、フルーツポンチとかさ、唐揚げとか言う中で、牛乳って言ったらさ、はってなるじゃん。牛乳って、んって聞き間違えたなってなるじゃん。だから多分そういうことじゃないと思うんだけど、強いて言うんだったら、なんだろう。好きだった給食、やべえ牛乳しかない。ね、七夕ゼリーとかクリスマスケーキとかそういうやつ。ミルクセーキはね飲んだことない。牛乳が好きだから。なぜならミルクセーキ人にあげてたわ。飲んだことないんだよね実は。で、牛乳好きだからそのままでいいやって言ってる。ミルクセーキじゃないわ、ミルメイクか。うん、牛乳が好きなんよとにかく。ミルクセーキはあれだわ、あのシェイクみたいなやつ。うん、瓶牛乳はなんであんなにも美味しいのだろう。なんか理由あった気がする。 なかったっけ瓶が美味しく感じる理由みたいな。口に当たる温度が瓶の方が低いからだって。飲み物はやっぱ冷えてた方がうめえんだよきっと。きっと想像した以上に新しい未来が僕を待ってる。愛してるのねねねだけで腹壊しやすくなるけどね。ポンペか、それお腹弱いからな。え、まず今さ、ヘアピンしながらさ、髪の毛巻いてんだけどさ、おでこ出してんのも、なんか可愛いかも。自分で言うなってな。自分で自分のこと可愛いって言っちまった。うん、想像したら可愛い。デコデコ
ついちゃんがデコ出してんの好きよ。ありがとう。でも最近みんな前髪パッツンにしてんじゃん。やっぱ時代はパッツンなんかね。うん、そうなの。え、そんなイメージだけど、なんかパッツン増えてきたくない？幼くなって可愛いよね、パッツンって。雰囲気一気に変わるし。うん、パッツンっていうのはあれね、ホロメンの中の話ね。リアルはあれだね、あのパッツン減ってきてるけど、どんどん。鼻歌で着信あり歌うやつマジで怖い。祭り。鼻歌かわいい。歌ってる曲着信ありだけどかわいい。リアルだと思ってた。リアルはなんかお茶箱ありがとう。え、非通知の電話ミスって出ちゃってビビってる。え、祭り出るよ。祭り出るタイプ全部。なんかあの電話番号があるやつ逆にあんま出なくて、非通知のやつバカ出る。はいとか言ってちょっと怖い。威勢よく出るよ。はい。なんで？腹が立つから。普通の電話番号のやつは検索してその電話番号で。で、かけ直す。うん、まあわかるでしょ？だから非通知は出ます。何も怖くない。私無言電話とかね、何回もかかってきたことあるけどね。話しかける。何ですか？用事がないなら切りますよとか言って。無言電話ビビったことないな、電話で。怖いってあんま思わないかも。腹が立つって思う。面白みがないかもね、そういう、圧。そう、安全なら、そう、安全ですって。別に大丈夫なもん。おすいちゃんが元気ならそれでよし。元気元気。足寒。
うわ。今日はポケモン。明日は何しようかな。アークしようか。アーク。昨日アークご飯だけペットたちにあげようと思ってログインしたらみんないた。なんか前髪を固める。アルファ倒してたね。あの白いアルファのこと言ってたのかな。あっちは倒してないんだよな。なんかその辺にいた肉食のアルファ2匹くらいを倒した。なんか白髪がやられてたやつ。ドライヤー助かる？あれだ、あのスプレーを固めるためにな。よし。スプレー何使ってん？普通にケープ。前髪ガチガチに固めてる。ふぃ、寒い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 。寒いの歌。よいしょ。ランチタイム大丈夫？あ、全然大丈夫。靴下履いて、よいしょ。よいしょ。ほいほい。ほいほい。お茶箱ありがとう。寒い、かわいい。寒い寒い。あっためてか。よし。じゃあ、でもそろそろ終わろうかな。準備も OK！ あ、待って。リングして、香水振ってってやらないと。忘れるからな。そこまでやって終わろう。カラコンのゴミ捨てて。いらっしゃい、ありがとう。目悪いの？うん、目いいよ。あ、カラコン？あ、どなしだよ。どなしつけてるよ。そういえば行ってきますのキスは？ちょっと待ってね。で、ここだけ負けてなかった髪の毛。まこ。わあ、なんか落とした。これで負けるかな。
あ、負けた負けた。オッケーオッケー。おちょぼくありがとう。お外寒いから気をつけていってらっしゃい。ありがとう。大丈夫だよ。あとはカバンの中に、いや、新しいカバンで行こうかな。いや、いいや、今日はこっちで行こう。カバンの中にファンデーションと、あとお金下ろさなきゃな。ファンデーションとリップ、キースキース、やめて、いじめられてる気持ちになってきたよ、なんか。うう、うん、よし、じゃあ行ってきます。じゃあね、お茶箱もありがとう。帰ったらお礼送ります。行ってきます。行ってきますな。じゃあね。